ブラブラ YouTube、 はい、はい、もうしっとりしました、ね、はい、しっとり入りました、はい、なぜなら今回は山下由里先生に残っていただいてるからです。はい、今回はこの山下由里先生のねご解説で、先生自らがこう監修した、はい、大田区立有志記念館で開催中の川端龍子 VS、うん、高橋龍太郎コレクション、うん、はい、龍子と4人のね現代作家の作品をコラボした展覧会でしたけども、うん、いかがでした？いいバーサスでしたね。いや、いいバーサスでしたね。そう言っていただけると組み合わせが、はい、ね、いいなってましたね。確かに楽しい、合わせてみると見方も分かるし楽しいですね。そのバーサスの方の現代作家の人たちはまあいいね、やっぱりね、いいでしょう。はい、ずっと山口さんがかっこいいって、そう、あそこにいいんだよ山口さん、そこで急に評価上げてるからね、かっこよさ、山口明さんがかっこよくてさあの写真また特にかっこいいんだよね確かにね。いや、みんなあれだよ、相田誠さんだって、ね、あれピシッとしたらいい男ですよね。そうそうそう、雰囲気ありますね。絶対ピシッとしないから、ね、ピシッとしたあの人もいい男ですよ、うん、日曜美術館出る時もよれよれの T シャツだったりするからねなんか嫌いそうですもんね、かっこつけない、うん、わざとやってるんだよ、ね、わざとそこがでもそうだね、芸術家ってそうだよな、はい、この綿国立有志記念館でね開催している川端龍子 VS 高橋龍太郎コレクションは火曜日の夜8時から放送です、はい、ぜひご覧ください、はい、さっきの矢作が言ってたの聞いてみ、うん、あのね、矢作が言ってたんですけどね、うん、やっぱり例えばこの相田さんとか山口さんとかにしても、うん、もう最初から分かるじゃないですか、うん、これすごいって、うん、すごい、そういう人ってどのぐらいの割合でいるのか、そうそうそうって思うんですよ。100人に1人とかどのぐらい、確かにね、1000人に1人以上、もっと少な い, 少ないレアな才能の持ち主だと思いますね。だからそういう作家を見つけるためにはもう足を棒にして見て歩かないと見つけられないですよ。確かに、何かね、今日も言ってましたけど1回目のもう古典から見られてるの、うん、そうね、貸し画廊でね、天宮さんが貸し画廊でやった古典からチェックしてる、うん、どんな人かも分かんないような人も行くわけですよね。行く、うん、行って、大抵の場合はがっかりする。大体そうですよね。あのギャラリーのドア開けた瞬間に、うん、あもういいやと思って帰ることも多い。なるほど、うん、そこで分かるんだもん。で、まあ、ダメな作家ほど話しかけてくんだよね。これ見てる人そう思って、なんかね。うん、あ、そうか。まずいな。作家の人でもあるから。やっぱね、見つけたいんですよ。そう、見つけたい。やっぱり、うん、でもそれは本当に、いろいろ足で。そう、風が足の、もう足を棒にして見て歩く以外にないですよ、ね、でもちろんネットとかである程度の情報は分かるけれども、それだけじゃダメなんだよね、やっぱり実物見ないと ね、うん、だから僕多い日は1日に10箇所20箇所回りますよ。それもう何年も何十年も続けてるわけだから、うん、今日もこれから行きますよ、すごい5箇所ぐらい。やっぱもうパッと見つけた時にはもう一挙で行くしかないですよ、買ったりとか、うん、で無名の作家の場合は買ってあげることが何よりも応援することになるからね。だから本当僕なんか買ってるのは数万円とか、まあ、せいぜい数十万円の単位なんですね、うんうん、ところがそういう作家が10年20年経つと美術館で個展やったりするまでになるんですよ。先生ね、たまにだけど、うん、すごくいいのに、うん、その後さっぱりな人っているじゃないですか。います、そういう人もね。そういうのもやっぱいや結構いますよね。いる最初ものすごくいいなと思って、まあ、ある程度売れるんだけどワンパターンになっちゃって、うん、そのまんまとか、そうか、その近くのやめちゃったりとか、うん、そういうケースもある、見つけてからまた長く続いてる人なんてしたらまたもっと一握りになっちゃうんだ、ね、本当にそういう、今度なんか山下先生と一緒に買いに行くでも外れだった時言いづらいだろういやでもまあ現代作家もそうだけど、うん、古いものでも例えば明治くらいのものでも、うん、こんなに素晴らしいのにこんなに安いっていうのある、ありますよね。この間やった渡辺晴典なんてまさにそうだったんですよね。そうだな、うん、だからやっぱりね、作品を買ってみるっていうのは、うん、そうそう、もういろいろ勉強になりますよね。五郎さんも買ってるもんね、結構ね、はい、もういつも痛い目見てますよ。いやいやいやそんな話を、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。